中世日本の銅丸の兜。室町時代、15世紀、重要文化財、アーメットヘルム兜は、打撃、斬撃や飛来、落下物などから頭部を守るための防具。本項目では、古代から近世にかけてに戦争に用いられた頭部防具のことを指す。鎧や他の具足と、セットで用いられ、合わせて、甲冑とも呼ばれる。元来、郝は鎧を、 カブトはカブトをそれぞれ表していたが後に混同され、こうがカブトの意で用いられることもある。なお、カブト、カブトともに、漢語由来の字であるが、現代中国語では、頭カブトの字が使われる。特に中世日本のカブトのように、防具としての役割以外に、着用者に元を持たせる役割を担うこともある。ヘラクレス肖像が人類が戦いを始めた時から、現代の戦闘においても、 最も狙われやすく、危険な部位は頭部である。兜がいつの時代から使われ始めたのか定かではないが、ギリシア神話のヘラクレスが、ネメアの獅子を退治した後、その毛皮を被って防具としたと言われるように、初期の兜は動物の毛皮などをまとったものであったのだろう。その後パットを入れたズキンなどが使用されるようになり、加工技術と鎧の変化に合わせて、形状も変化して行った。 河南省安陽県からは、鋳型を用いて鋳造されたと思われる、正代後期の青銅の兜が出土している。頭頂部からは細い筒が建てられていて、羽毛か何かを飾るためのものであるとされている。重要文化財黒い方つまどり移動丸の兜、室町時代、15世紀、南蛮道具足の兜、安土桃山時代江戸時代、16から17世紀白い土年2枚。 道具足の兜と、江戸時代、17世紀重要文化財黒い塔どし2枚。道具足の兜と、江戸時代、17世紀タコを模した代わり兜と、江戸時代、18世紀長影老人青い門。薪影長系兜と、江戸時代、18世紀鉄を主素材としているが、時に革、は、木も用いられた。装飾用に、革、和紙、木をはじめ、金や銀、銅なども用いられる。主に、 頭部を守るための部分である鉢と後頭部や首周りを守るため鉢の下部から垂らしたし、頃からなり、鉢には額部に突き出したまびさしがつき、し頃は両端を顔の左右のあたりで後方に反らし、これを吹き返しと呼ぶ。平安時代以降の兜には額の部分や側頭部等に建物と呼ばれる装飾部品が付くようになり、特に額の左右に並んだ一体の角状の金属の 建物をクワガタと呼びクワガタ虫の語源となった。蜂頭部を守るための部分で金属製または革製の蜂が種であるが木製のものもあったとされる。金属製のものは複数枚のハギータと呼ばれる板金を秒で留めたハギータ病流鉢と一枚の板金を半球型に打ち出した一枚蝶金複鉢とがある。革製は二革水に浸したレンガワを用いる。 日本では湿気による損傷が激しいため、パチには黒漆を塗り、金属のサビや皮の変形を防いだ。また、鉄板を鉢巻きなどに打ち付ける、もしくは縫い付けて、額に巻き、前頭部を保護する簡略な防具を、鉢金という場合もあり、こちらは、新撰組の大使等が使用したことでも有名である。鉢の下べりには、まび差しやし、コロを取り付けるために、帯状に板金を巻きつけ、 これを腰巻きと呼んだ。鉢の裏側には通常などを張り、裏張りと呼んでいたが、鉢裏と裏張りの間に干渉剤を入れるようになり、さらには鉢裏との間に空間を設けてい、または布を張る浮き張りが生まれた。押しちょ鉢には兜の糸口、押しちょと呼ばれる紐を取り付け、頭部を固定するために顎で結ぶ。初期には鉢に糸口をつけるために、 響き穴と呼ばれる穴を開けて、ワンをつけていたと推測されるが、後には腰巻きにつけるように変化し、ワンに代わって、缶をつける方式が現れた。しころ鉢につけられたし、コロを、鉢つけ板、その取り付ける秒を、鉢つけ秒、次を、第二の板、岸縫いの板まで三枚である場合は、三枚兜、五枚である場合は、五枚兜という。戦記などにある、 しころを傾けるとは、兜を少し前にうつぶせて、敵の矢を避けることを言う。小金シコロ中世に使用されたもので、鉢の下辺に小金シコロを脅したものを一段から複数段に渡ってつけ、死で下げた。その両端を、まび差しのついたあたりから折り返すのが、特徴的で、吹き返しと呼ばれる。吹き返しはその構造上しころの裏側に当たるため、栄を張る。板殺しころ。 いたしころいたさつを脅してつなげたいたさつしころと病を止めしたいたしころがある。中世には小ザネしころに押されて姿を消していたが戦国時代から復古し流星する。マビサし通常のひさし同様、雨や陽光を遮るのみならず、額を守る等の用途も持ってカブト鉢の正面に設けた。その多くはフマビサしと呼ばれる形式で鉢に板金を病を止めしたものであった。 中世のマビサしは、兜からそのまま額から眉を覆うように作られていたが、後には、鉢から斜め下方向に突き出た手マビサし、垂直に突き出た直マビサしと呼ばれる形状が現れた。建物特に中世以降、武士の時代には、己の部を誇り、存在を誇示するために、鉢やマビサしに装飾物を取り付けるようになる。建物は付ける場所によって前面につける前立。 側面につける脇立ち、頂点につける頭立、後部につける後立に分けられる。中世にはクワガタと呼ばれる前立がよく用いられた。初期は一体形成のものも見られるが、クワガタ台と呼ばれる台の両端に獣の格闘を思わせる一体の装飾を取り付けるのが一般的である。三クワガタと呼ばれるものは、さらに中央部に払い立をつけ、 ここにも装飾を取り付けることができるようにしている。クワ型に空いている穴は、ハート型の形状を、イノシシメという。建物は、外部より強い衝撃や力が加わった時に、ダイレクトに頭部に、それが伝わらないように、ある程度の力がかかった場合壊れたり、外れるようになっていた。つくもの戦国時代に流行した兜の付属物で、八足頃に、薬や、 牛等の毛を植え付けたもの。古墳時代古墳時代に使われた兜は、船のへ先のように正面が鋭角に突き出す昇格付け兜や野球棒のように大きな間びさしのついた間びさし付け兜と呼ばれるものが代表的である。古墳の副装品として、炭鉱や蛍向などのこと、セットで出土することが多い、平安時代以降平安時代、大鎧が用いられる頃になると、 はぎいた病流鉢が、その制作の勘弁さからよく用いられるようになり、両頭星と呼ばれる、突起物で装飾した星兜が流星し後、室町時代まで一般に用いられるが、南北朝時代からは星を用いない筋兜が見られ、室町時代に前世紀を迎えるようになる。こうした兜は顔面を打っておらず、兜で守られていない、顔面部は内兜と呼ばれ、 弓でいるべき対象の一つとされていた。この弱点を補うためにしこらを折り返した吹き返しが誕生した。また、平安時代から鎌倉時代までは、こうしたカブトバチの頭頂部に、てっぺんの穴と呼ばれる4から5センチメートルほどの穴が開いていた。当時は紙をゆいたぶさを作って、絵ぼしをかぶり、てっぺんの穴から絵ぼしをかぶせたたぶさを出していたためで、 平家物語にはこの穴より矢を追いかけられぬよう注意を促す一文がある。タブサを言わぬようになるとこの穴は縮小されるようになるが装飾として、または生き出しの穴と呼ばれたように頭部が群れるのを防止する等の功用もあり、完全には消滅しなかった。当世カブ室町時代の終わり頃から浮き張りの発達によりアコタ型カブトのような斬新な形状のカブトが現れた。 軍有拡挙する、戦国時代においては、鉄板を打ち出して兜そのものを奇妙な形にしたり、長岩と呼ばれる針子を取り付けて、異様を誇るなど、様々な衣装を凝らした兜が登場し、こうした兜を総称して、陶製兜と呼んでいる。この時代になると吹き返しはその意義を失い、装飾的に取り付けられるに止まる。食器には、兜で誰なのかわかるよう衣装を凝らしているが、 公軍用と合戦用の2種類作られることもあった。前田利家の兜は、合戦用の兜は、公軍用の兜をスケールダウンして動きやすいものになっている。古代ギリシャコリュス式の兜と、古代ギリシャのカタイーチュクスという兜は、制銅性で川にイノシシの牙を張ったものであった。映画などで有名な T 字型の花当てを持ち、 景観や、孔雀のような羽飾りを持つ古代ギリシャの兜は、コリュス、もしくは、コリント式兜と言われ、ローマ時代になって、耳が露出し開口部も大きく取られ、命令や、周囲の状況がよくわかるように改善された。これらは、聖堂で作られ、場所や時代によって様々なデザインが異なる。一体型のコリュスは後に改良され、棒体、方当て、うなじ当てに分割されるようになる。 バイキングの下部とは半球型か、頭頂部の尖った砲弾型をしており、前から後ろへ、峰のあるものに、メガネ状の顔当てをつけたものが多い。中世のルマン人も、同様に半球系、頭頂部の尖った砲弾型、前から後ろに峰のあるものを使ったが、こちらは、ネーザルという長い鼻当てをつけた。後頭部は鎖によって覆われていた。 日本人はこの長い鼻当てはあまり必要のないように思われるが、鼻の高い欧米人には簡単ながらも防御性のある構造だった。イングランド北部にある遺跡、サットン風の出土品の中には、人の顔を模した面が付けられた兜が出土しているが、全世界的に見て、こういった豪華な装飾が施されたものは、王族や将軍などが身につけていたか、採点。 儀式に使われたものが多いと言われている。縦紙や角といった装飾は強そうに見えたり、見た目の良さや威厳の象徴としては効果的だが、実際の戦闘には邪魔になるだけだからである。それからしばらくすると、クレートヘルム、バレルヘルムと呼称される、バケツ型、タル型兜が出始める。円筒型で目と呼吸口はスリットになっており、十字軍が好んで着用し、大きく、 縦と横に2本の線が入った10文字の装飾がされる場合もあった。顔全体を覆うことによって過去の兜に比べ防御性能は格段に上がったが、一方で視界は大きく遮られてしまい、熱がこもってしまうという欠点を持っていた。このタイプの後期には蝶つ害で顔が開くものが出ている。バッシュネット鉄板と鎖をつなげて作られる鎧、チェーンメールが 板金にとって変わられるようになると株とも変化した。バケツ型は再び砲弾型になり、バシネットと呼ばれる。顔面は鳥のくちばしのように円錐状に突き出ており、これを犬面ラと呼んだ。この形状は正面からの攻撃を逸らすのに有効であり、またここに空間を持つことで呼吸が楽になる。顔面部分は稼働させて、不要な時は跳ね上げておくこともでき。 取り外すことのできるものもある。こうした尖った衣装は当時のドイツ甲冑における著しい特徴でもあった。一般的に釜湯と呼ばれる鎖しころをつけている。この釜湯に鼻当てをつけて額の部分と連結させるものもある。しかしこういった複数のパーツからなる兜は当然ながら高価で全ての兵士に支給されたわけではなく先日したように視界が狭いため、 一般的な兵士はもっと簡単な作りの兜を着用していたようである。中世後期、全身を覆うプレートアーマーが登場すると、兜も頭部を完全に覆うようになり、特にサーリットが一般的な兜として普及した。深い鍋を逆さに似たような形状で、鼻の下、もしくは顎まで覆われたフルフェイス型になっており、細いスリットを通して視認する。この場合、 首を防護するためにハイネック型になっている鎧を着用するか、ゴルゲットと呼ばれる首鎧を装着する。これらは防護性が増した反面、運動性や周囲の状況の視認性に劣り、戦いは集団戦から騎士が個人の名誉をかけて戦う個人戦に移行して行った。中世晩期、16世紀から17世紀にかけては、アーメットと呼ばれる人の顎と干渉することで、 顎紐がなくとも、兜が脱げ落ちないように設計されているものがあり、これを総称してクローズド、ヘルムと呼ぶ。クローズドヘルムには、バーコネットという縦長のスリットがついた部位がある。上のスリット部分と下の顎部分があり、それぞれを別々に稼働させ、上下の他に前に突き出したり、観音開きのように開くものもある。ありがとうございます。